でしょうが。 バカなこと言ってるのよ、あんたは。ブラン様を探すんでしょ。あら、もしかして見ない顔だけどブランちゃんのお知り合い。そうですけど、もしかしてブラン様を知ってるんですか。ええ、よく知ってるわよ。彼女に用があるならそろそろ帰ってくるはずだけど。 ルフィを支配するために昔からルフィに大変なフードが浸透しているかのように改変してもらったそうだ。ただし名前は知らないそうよ。あなた方もなんですの。ベイルさんもなんですか。ええ、秘密結社の構成員が S 社の目的のためにいろいろ手を貸していたそうなんですの。
その構成員というのはマジェコンヌとゼロ次元で出会った大きいお姉ちゃんだったんです。うそー、あの時のもう一人の私がキリスティッシュの一員、主人公じゃないにしてもネプテューヌだよ。秘密結社の構成員はワレチュウさんを除き、マジェコンヌ、もう一人のマティーヌ、そして名も知らぬマジェコンヌですが、これで全員とは思いません。そして話を進めると、世界の改変には秘密結社が関係していることが分かってきました。どうやってそれを見ましたか。もしかしてもう撮影済みとか。はい、たまたま知り合いの凄腕ハッカーがこちらの世界に来ていたようなので、協力して現在地を特定してもらいました。なぜかしら、今すごく嫌な予感が。ああ、きっとあの人ね。相手の戦力5つの以上、この作戦には女神および女神候補生の皆さん、そして IS さんとコンパさん、以上10名に秘密結社の拠点となっている空中戦艦に行ってもらいます。相手は世界を改変するほどの組織です。皆さんお気をつけください。将軍のマグネサイドルなどを探しに忍び込んだもの、えらいことを聞いてしまったでござる。これは早く戻って将軍に知らせなきゃ。ですが、状況が状況ですし、仕方ありませんわ。そういえばさ、ゴールドサードって初めからゴールドサードじゃなかったんだよね。元一般人のやつ。それなら C 社から聞いたわ。なんでも B 社がたまたま公園で拾った NMR に世界滅亡の記事があったそうよ。当然B 社以外は予言を信じていなかったらしいわ。でもちょうどそのタイミングで黄金の頂が出現。さすがに予言の内容を目の当たりにした4人は焦って、世界を救うために黄金の頂に向かい、黄金の力を手に入れたそうよ。あとはせっかく手に入れた力だし、どのくらい強いのか試してみたくて私たちの戦いに乱入したの。あの4人にそんな経緯があったんですね。ですが悪意のある方々ではなく、あの4人だったのが不幸中の幸いでしたわね。ところで世界が改変されてしまいましたが、体には異変はなくて。シェアによる恩恵が少なくなっただけで特に異変はないわ。ブランは、あ、察し、ブランも改変の影響は受けていないみたいですわね。今どこ見て言いやがった、ぶっ殺すぞ。こうしてユニちゃんやラムちゃん、ラムちゃんと会うのも久しぶりだね。そうね、いろいろ大変だったけど、いい経験になったわ。弊社さんとも会えたし。私だってすごい経験したのよね、ラムちゃん。ラムちゃんと二人でハンターになったの。もう私とラムちゃんでモンスターを倒しまくりですごかったんだから。へえ、二人もすごいね。偉い偉い。そういう
て、もしかして成長した？してないわよ。嘘、絶対した。だって私、女神化した時のユニちゃんの胸のサイズ覚えてるもん。あんた、もしかして私が女神化すると胸が小さくなるの忘れてるでしょ。あ、そうだった、ごめんごめん、久しぶりだったからつい。でも、なんでユニちゃんだけ？知らないわよ。てか、私が知りたいわよ。じゃあ、今私たちが調べてあげるわ。私とナムちゃん、お医者さんね。ユニちゃん、お胸見せて。よし、じゃあ私も一緒に調べようかな。ラムちゃん、ラムちゃん、ユニちゃんに突撃。おー、回収はどうだ。抜かりはない。すでに4つとも揃っておる。そうか、では約束通りそれらをいただこうか。ご超クレジット、先払いじゃ。貴様、約束が違うぞ。そうだよ、そんな金額オークション違法出品者もつけないよ。訴えて勝つよ。手に入れるという約束は果たしてる。だが、それを貴様たちにただで渡すんだとは言っておらん。こんな金の亡者め。金を求めて何が悪い。この世の金、金こそこの世の全て。何の罪がある。ならば力ずくで奪うまでだ。レプテーヌ、アイザー、マザコング、ふんふん、私にかかればこのくらい。あれ、一つ足りない。どこだよ。肝心な時に使えない奴め。なら私直々に相手をするまでだ。ここまでで分かる。立て込むぞ。
証とは違うが、将軍に伝えている証として見逃すことはできないでござる。おお、忍者かっこいい。マジコンヌ殿、そしてネプチューヌ殿、将軍に刃を向けたその次、地獄にて償ってもらうでござる。しっ、こんなタイミングで空気忍者が戻ってくるとはね。ネプチューヌ、こいつらの遊びに付き合うのはやめだ。そいつだけでも持って帰るぞ。私としてはもうちょっと一緒にいたかったけど、こうなったら仕方ないよね。逃げる気でござるか。存在がバレた以上、わしにできることはお主を解雇することのみ。さすがのわしとて女神たちにはかなわん。それにお主を思い人と戦わせるわけにはいかん。わしは知っておるのだぞ。お主があの娘の前では義賊次郎吉と名乗っていることもな。これから忍者ステマックスではなく義賊次郎吉としてわしの分まで達者で暮らすのだぞ。彼女か、一度でいいからわしも欲しかったな。悲しいね、アフィモージャス。俺は悲しいよ。まさか君が裏切るとはね。ん？貴様か。今ならまだ許してあげる。さあ、すぐにマジェコンヌたちにそれを渡すんだ。断る。これはわしが手に入れたものだ。それを求める者に売って何が悪い。アフィリエイトにはまりすぎてすっかり金の亡者になったのかい。それとも
ひよってそう演じているだけかな。けど困ったな。俺はこの通り、こっちには実体がないから触れることすらできないし、このままではせっかく盗んだのに女神たちに奪われてしまう。なら君が奪われないように守ってくれればいいだけの話だよね。まさか将軍との友情が偽りだったとは。やはり拙者が将軍の流派を守りに行ったからだ。けどもう金髪巨乳には戻れないでござる。あんた、こんな昼間からこんなところで何してるのよ。Thank you.
ではないのですが、何かある気がしてやまないんです。実は私もなんだ。相手は私やワレチューをあんな風にしたやつなんでしょ。ネコネコたちだけで大丈夫かな。おそらくダメだろうね。 C 社、それに K 社と S 社も揃いも揃ってどうしたの。君と同じさ。見送ったはいいが、ブランちゃんが心配でね、つい来てしまったよ。じゃあ、K 社と S 社も？そんな問いに興味ないね。ノワールさんが…ノワールさんが…親友の私に黙って…二人も一緒ってわけだね。イストワール、この際だから言わせてもらうけど、多分ブランちゃんたちは負ける。秘密結社が原因であろう私たちをおかしくした力について、互いに情報を共有し合ったのだ。あの力はシェアエネルギーの真逆の力、いわゆる負の力。よほど強力なシェアエネルギーがあるのに同士は、今のブランちゃんたちの支援者消されてしまう可能性がある。何ですって？って、ちょっと待って、私その話混ざってないの？てか、いつしたのそれ？ここに来る途中だ。だーん、困りましたね。このままでは女神様たちが。一つだけそれを打開する方法がある。それは本当ですか？ぜひそれを教えてください。いいが、それには B 社、お前の覚悟が必要だ。え、私？この声、聞き覚えがあるわね。どうせ正体はバレてるんだし、出てきたらどうなの？久しぶりね、ステマックス。おお、いつぞやの物理忍者だ！おひさー！すごい！忍者だよ、忍者！私、本物の忍者初めて見た！すごいね、ルムちゃん！すごい。ニーニー、嘘。ユニ、どうしてどうしてあんたがここにいるのよ。あんた、まさか騙していたってこのことだったの？何のことでござるか、拙者。お主のような女子は知らぬでござる。とぼけるつもりなの、ジロ吉。もしや誰かと勘違いしているのではござらんか。ねえユニ、あなたあいつと知り合いなの？う、そ、
今度こそお名前についてもらうわよ。断るでござる。相変わらず往生際の悪いやつね。なかなかいい根性してるじゃない。もうあるって、友達に飢えてるせいか、この手の話には弱いもんね。誰が友達に飢えてるですって。うわぁ、ヌワルド怒った。待ちなさいね、キュウ。まったく、あの二人は相変わらずですらね。ですが、どうしましょうか。見たところすでに立っているのがやっとのようですが。でも私たちは世界を背負っているわ。邪魔するのならスクラップにするだけ。わかっているでござる。そして、ユニ殿、